まず初めに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。本当に数日前まで、彼が、そういうことをしていたっていうのも、全く知りませんでした。正直ショックという、言葉が正しいとは思わないですし、それ以上のうまく言葉では表せないような、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので、今はそれをうまく言葉にするのは、難しいなという思っています。